こんなに私強い、すごい強い、ちょっと怖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 い、ナイスカード、そっか。さあ始まりました、プレイステーションもっと楽しむトーク番組、プレイステーションプレゼンツプレイプレイプレイ、 MC の松島敦也です。今回も前回に引き続き鉄拳8をご紹介していこうと思います。ゲストはこの方々。はい、バンダイナムコの、エグゼクティブプロデューサーやってます原田です。よろしくお願いします。お願いします。そしてそして、はい、鉄拳8のゲームディレクターの池田光平です。はい、ニックネームは中津と言います。今日も中津でよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速プレイしていきましょう。はい、アーケードクエストを進んでいくとですね、この右下にこうファイナルラウンドっていうところが出てきて、これ実はその今回鉄拳8で搭載してるスーパーゴーストっていう、すごい高度な AI を使って Q ラーニングで学習してプレイヤーの動きを再現してくれるっていうゴーストがあるんですけど、それを体験できる場所なんで、ぜひ一回マスミスやってください。はい、あら、ちょっと怪しい雰囲気、ちょっとアンダーグラウンドな感じで、はい、そうですね。あー、すごいすごい、全身真紫の人いますよ。筐体ね、1セットしかないですね。そうなんです、1個しかない。ここは噂の場所か。あ、私のキャラクターいますね、明らかに雰囲気が違う、うん、自分の分身と戦える。格闘ゲームとか自分の分身と戦ったことあります？いや、ないです。ないですよね、結構すごいんで。このかなりね、この業界でもレベルの高い AI を使ってる。はい、まず方向キーで移動をしてみてください。はい、いろいろもう本当にぐちゃぐちゃにいろいろやってもらって、はい、そうするとこうラーニングってゴーストが今学習してるんですね。すごい。で、ほら、もう松島さんの真似を始めました。そしたらもう攻撃してもらって大丈夫なんで、そうするともう松島さんの動きをすぐに再現してくれる。え、やば、怖っ。で、ちょっとあのゴーストの動きを見てあげてください。はい、そうすると、あ、やばいやばい、確かになんかこの急に走ってくる感じすごい私っぽいですね。あ、すごいすごい、はい、怖い怖い、すっごい怖いですね。確かに絶対横移動しない感じとかもね。で、この R1 でヒートとかも使ってもらって、で、ヒートバーストとか、はい、倒しちゃっても大丈夫です。よいしょ、まだ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 、はい、怖っ。あ、来ました来ました。おー、すごい、急に急な急なガッ、こんなに私強い、すごい強い。いや、かなりラッシュしてたんで、ラッシュ覚えちゃった。だいぶ見てくれてました。やばい。あともう投げとか覚えます。ちゃんとガードもした方がいいですよ、ガード。そうですね、どのぐらいできるかも。ヒートもちゃんと使ってきて。本当ですね。あ、上手上手。危ない、このなんか単発技ばっかり出してくる感じとかすっごい似てる。似てますね。やべ、あ、やってきましたね、さっきのやばいやばい、これやってきてるわ。お、レイジャーズ、よっしゃ、厳しいな、あー、惜しい、自分にやられた。本当にこの5試合10試合ぐらいするともうかなりいい勝負して、ね、自分にこう負けたりする瞬間が出てくるんで、そうするとこうゴーストを強くしたくなったら自分も上手くならなきゃいけないんで、そうですね、結構このゴーストバトルだけやってても上達できます。いや、いい勝負してますね。いい、本当ですね。危ない、まだまだいける、まだいける、まだいける、あ、危ない、まだいける、いい、ね、押してる、すっごい押してる。あと、なんか自分って言われると負けたくないか、はい、そうなんですよ、ね、そうなんですよね、意外と不思議なもんで。すっごい出ますね。自分自身だと、いわゆる自分のこの癖だから、はい、自分の弱いところも見えたりとかして。そうなんですよ、客観的にこう自分を見れるんですよ、プレーの中で。だからすごい面白いんですよね、やってると。すごい、あの原田さんいません、うん、そうなんですよ、この見た目も含めて。話しかけていいんですか？話しかけましょう。こんにちは。こんにちはって言ったら話しかけんじゃないよっていう。やばいこと言ってる、ね。やばいこと言ってますね。ちょっと言ってますね。ダメだ。対戦しますか？じゃあ対戦するでこう、そうですね、三角を押すと。え、いけるんだこれで。うわ、ちょっと勝ちに行きたい。新キャラで勝ちに行きたい。行きましょう。これ原田さんの本当にプレイの、これはあの本当に僕がプレイした時、はい、ステージ選んでもらっても大丈夫ですよ。AI が、うわ、後ろ、まあ面白いのはペルーステージ、その下ですかね。ここあのアルパカがたくさんいるんで。本当だ。で、あのスーパーゴーストで原田さんが実際プレイして作った。そうです。ええー。
くのはすごいチープなプレーしますよ。見た目悪いっすね。見た目も悪い。またスーツ着せてる。ちょっと怖い、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 ちょっと怖い。ちょっと待って、ちょっと、よしよし、私このものじゃないと。スペシャルサイズ使って、はい、そうですね。僕は必要に下段をこう攻め込みますから。よし、結構危ないなんか。よし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 。これで出していって、いいっすね、これでもう、もう、よし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 。やばいやばい。よし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 。よしよし。お、やばいやばい。いいとこないですね。いやだからこういうふうになるとね、鍛えもう一回鍛え直したくなるんだよね。ですよね。あんまりいない。あーすごい来てるな。ちょっとここで出していってっで普通に戦っていく、発動していく。あ、くそ、あちょっとよし、あレイジャーズ来た。あこれでいいじゃないですか。レイジャーズ、さすがさすがさすがですね。あちゃんとちょっとじゃあいきなり出していくスタイル、いきなり出していきます。よし、あカウンターだ。これはいいダメージありましたね。いいですよいいですよ、これで。あーあ、似てる似てる、ちゃんと空中コンボやってる、まってうまい。あー、ま、マジ本当に俺だ。危ない危ない、お、ヒート発動。危ない危ない危ない、ああいい勝負。そうそうそう、これは待って待って待って、まさに俺だ。よし、これやってくる、やってくる、原さんこれ。よし、あうまいうまい、ナイスレジャーツ。え、これこれいっちゃうんじゃないですか。いってほしい。ナイスケア、素晴らしい。まあまだあと1ラウンドありますからね。頑張れ頑張れ。危ない。よしよし。ヒート発動。あ、必ず取る。大好きな大好きな技。あ、このミスってる。ミスってるところまで俺だ。あ、やばい。あ、でもここでここでここでこれちょっと入っちゃうかもしれない。入っちゃった。入っちゃった。でも残るな、残る。これは残りますよ。残る。こっちもこれでレイジだから。そうですね。あと。出させない。勝ちましたね。カタトさんに勝てたぐらい嬉しい。こんな感じでこう本人と戦ってるかのような対戦ができるのがすごいスーパーゴーストバトルなんです。僕からするともう一回ちょっと鍛え直して再チャレンジしたくなるんですよね。そうです。だからこう間接的な対戦みたいな感じ。いやそうですね、それがいいんですよ意外と。めちゃくちゃ面白いですね、はい、今度はじゃあ実際に対戦したらどうなるかっていうのをやってみましょう。うわーそうですね。でちょっとスペシャルスタイルがあるので、はい、どんなキャラクターでももうさっきの操作で楽しく遊べるんで。どうしてもこうパンダとか。いやパンダ今回めちゃくちゃ毛がふさふさなのでおすすめです、ね、かわいいし、パンダのふさふさ感これかわいい、お腹かいちゃって、はい、あで四角を押すと、はい、実はこのプリセットがあって、いろいろ選べるんです。これ可愛くないですか。可愛い、蜂のような、蜂、ちょっと蜂がいいですね。いきます、蜂。これ可愛い、こんなパンダはおらんやろ。新キャラクターのちょっといいんですか、そんな重機。重機も何でもいいです。でお互いじゃあスペシャルスタイルを L1 で一回オンにしてもらって、そうですね、はい、これで、はい、これでじゃあ対戦どうぞ。おっしゃいいですね。よしよしよし、よし、危ない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 、くそ、あーこんな感じでコンボを自動的にやってくれますから。よいしょ、ナイスヒント。ちょっと松野さん暴れるな。かなり手出してきますね。よし、これで一気にもう一気に俺もヒートスワッシュ、いい勝負です。とにかく前を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 、レイジってしまった。よし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 、油断してる間に行きますから私。やばい、全く休まない。いや、ここすごいじゃないですか。いいですね、このスタイルが。マジでやばいじゃないですか。ちょっとちょっとちょっとこっちも攻め続けるしかない。そうです。あ、やばい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 、すごい。あ、すごい。あ、いかいかいか。あ、レイジになりました、レイジ。え、よいしょ、あ、ちょ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 、あ、ちょ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 、ナイスレイジャーズ。ちょっと待って、これまずいじゃん。かー、くらった。これがめっちゃ可愛いんですよ。かわいい、あ、かわいい。なんでカメラを意識してるの。おー、ちょっと待って、ちょ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 、え、本当にまずいじゃん。押し切られたんだけど、え、マジで。やったー。なんだそれ。ナイスですね。もう一回行きましょう。じゃあキャラ変えますかね。キャラ変えてじゃあ。確かに。じゃあキングにします。じゃあ僕は新キャラの、僕ほとんど使わないんでね、このキャラね。アズセラはコーヒークイーンって言ってコーヒーの宣伝もしてるんで、こう看板にもアズセラのコーヒーの CM が流れてます。すごい。言ってる間にえらい攻められてます。よし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 。あーやばい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 。おい、それを避けるそれを避けられるとちょっと困る。
よし。あ、ナイスレイジャーズ。はい。あ、嘘でしょ。いやー、マイルなこれ。よし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 。ちょっとスペシャルサイズ使いこなしてますね、かなり。あ、ちょっと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 、今ちょっと、今ちょっと、距離が、ちょっと慣れてましたね。今のすまんかったって感じ。今のすまんかった。いや、横に、あ、ジャイアンマイルじゃない。ちょっと受け身だけはしっかりいやいやいや、ちょっと、カウンター慣れてんだもん、だって。やばかった。え、これマジでこれ大丈夫番組的に番組的にはめっちゃ美味しいと思いますよ。本当にスタイルがあれば何もこんなに松島さんが強くなれる。そうですね。もう一回行きましょう。あー、かっこいいじゃないですか。なんかちょっとスーツスタイル。うん、あ、デフォルトに行こうか。かわいい。猫、今回リリは猫、ソルトちゃんっていう猫が一緒にいるんですよ。ちゃんと濡れてますからね。本当だ。そうなんです。濡れるし、もうどんどん、ね、どんどん汚れていきますし、はい、ひっくり返るといきますよ。ちゃんとゲット、ちゃんとやっぱ見ないと。そうそう、冗談などしてれば大丈夫な気がするんだよ。しっかり対策してきましたね。えぇ、ー、嘘でしょ。お前ナイスヒント。ナイスヒントさん。あー、ちょっと、ね、あ、ダメ。あ、ダメか、届かないか、届かないか。あ、ギリギリ。はい、おい、なんか俺が挙動ってどうすんだろ。危ない危ない。よいしょ、ちょっと下手に下段攻撃とかやったらできない。そう、で、1本取りましたね。よし、さすがに、さすがにいける。ここでこれちょっといきなり出していって、この2本目で出すっていうのを、この私のちょっと癖な。おー、下段ナイスガード。さあ、強い。まだまだ全然大丈夫。そうですね、まだまだわからない。うわ、投げ。あー、強い。でもでも、でもこれ、これは入るだろ。これは入る。これは入る。残念でした。あー、そう、さすがにちょっとバレてきましたね。今のはガードできる。これやばいぞ、これはやばくなってきた。あー、うまい。まあ、ナイスヒートアップ。ちょっと様子見たのが失敗だったな。うわ、うまい。おー、ナイスガード。えー、そあー、危ない危ない、これちょっと待って、よし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 。素晴らしい。ツイッターとかしてます。熱いですね。うまい。一回やっぱ避けたね、横に。そう。おー、ナイス。素晴らしい。素晴らしい、素晴らしいでしょ、今の。お手本のような設計を。本当ですね。あー、背中だから無理。よしよし。おー、これは行くんじゃないですか。これ入っちゃったんじゃないの。よしよしよし、素晴らしい。よしよしよし。ナイスレイジャーズ。まだ大丈夫だね。あれ、俺レイジしないし、そして。ギリギリ。危ない。危ない。危ない。これは。無駄にしゃがんだ。よしファイナルラウンド。無駄にしゃがんだ。これは。なんでいい勝負になっちゃったの。めちゃくちゃいい勝負です。あ、いやいやいや、ちょっとちょっと、冷静にここから。冷静に。おー、すごい。ジャンプで避けた。一回投げたほうが。え、嘘でしょ、嘘でしょ。うまい。やばいやばいやばい。よし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 。危ない。ちょっと一回入れとこ、一回入れとこ。嘘でしょ。危ない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 。リリーもほっぺ泥だらけになってしまった。うわ、危ない。怖い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 。嘘じゃないよ。いや、俺そこそこそこいけるんだけどね。僕オランダのチャンピオンとか普通に倒してるからね、俺ね。いつですか。それテケファイブ。すごい前じゃないですか。振り返りましたね。だいぶ過去の栄光ですよ、それ。いや、本当めちゃくちゃ楽しかったですけど、まだまだいろんなものがあるんですよね。そうなんですよ。今回はちょっとオンラインの紹介できなかったんですけど、はい、鉄拳ファイトラウンジって言って、うん、街のような場所にみんなで集まって対戦できたり、さっき紹介したゴーストもそのプレイヤーごとにゴーストがあるので、プロフィールからゴーストと対戦できたり、あと鉄拳ボールっていうビーチバレーのモードも、ビーチがあるんですよ、実際オンラインの。前もそういうモードありませんでしたか。ありました、ありました。で、ビーチで鉄拳ボールで対戦できたりするっていう、はい、そんなのもオンラインに盛りだくさんであったりするのと、ストアもあるしね。はい、松島さんの大好きなカスタマイズモード、はい、めちゃくちゃ充実してて、いろんな部位を編集できたり、うん、アバターもできるし、はい、キャラクターもカスタマイズできるしね、はい、多分シリーズで本当に過去最大ボリュームかつ品質もすごく高くなってるので、うんうん、いろいろ遊んでみてほしいです。対戦するだけじゃなくて中でコミュニケーション取ることも、いろんなゲームで遊ぶこともできるっていうことですよね、はい、お家帰ってきたらまずちょっと友達いるかなってログインするみたいな、ファイトラウンジっていうのが。そうなんですよね。わー、いや、めちゃくちゃ面白いですね。やりたいことがあまりにもちょっとたくさんありますね。時間がいくらあっても足りないなって感じになりそうですし、ストーリーもね
ぜひ皆様奥深いんでやっていただきたいなというふうに思いますね。そんなボリュームたっぷり鉄拳8ですが、2024年の1月26日発売予定です。各種特典などの情報は公式ホームページをご確認ください。プレイプレイプレイアンケートキャンペーンのお知らせです。アンケートにご回答いただいた方に素敵なプレゼントをご用意しております。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。それでは最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。まずは中津さんからお願いします。あの鉄拳8はですね、鉄拳ファンはもちろん、これから本当鉄拳を始める人にもすごく遊びやすく楽しく仕上がってますので、ぜひ遊んでみてください。ありがとうございます。そして原田さんからもお願いします。はい、前作ねセブンはもう実は1100万本ももうワールドワイドに売れたということで、ライバルは自分たちということもあり、もう今回はもう圧倒的にクオリティでも量でももう凌駕する形で作ってます。本当にそれ実感してもらえるんで、ぜひ手に取ってみてください。もう全然対戦しない人にもおすすめの内容で作ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで今回鉄拳8をお届けしてまいりましたが、皆様いかがでしたでしょうか。これからも視聴者の皆さんが思わずプレイしてみたくなる素敵なゲームをご紹介してまいります。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。プレイステーション。